今年一番売れたのはどのラノベ？ということで今回は2023年の年間ラノベ売上ランキングをチェックしていく動画です。今回は角川が運営している電子書籍サイトブックウォーカーで電子書籍ランキングが発表されていましたので、そちらを見ていこうと思います。まあ、今回はねトップ50ということでランキング上位50作品をどんどん紹介しちゃいます。ちょっとね点数が点数ですのでスピーディーに行きますのでよろしくお願いします。いや2023年はね一体どのラノベが売れているんでしょうか。早速ね50位からの発表です。50位、フェイトストレンジフェイク第8巻。49位、 D ジェネシスダンジョンができて3年第7巻。48位、男嫌いな美人姉妹を名前も告げずに助けたら一体どうなる第1巻。47位、片田舎のおっさん牽制になる第5巻。46位、被弾のアリア38巻。45位、魔法科高校の劣等生夜の帳に闇はひらめく第1巻。44位、西野学内カースト最下位にして異能世界最強の少年13巻。43位、八段ってそれはないでしょう27巻。42位、高度殿下の家庭教師13巻。41位、新魔法科高校の劣等生キグナスの乙女たち第5巻。ということで50位から41位まではこのようになりました。さすがにアニメ化作品が多いですけど、ここで注目なのは48位に入っている男嫌いな美人姉妹ですかね。まあ、新シリーズとしてこの順位はねかなりいいんじゃないかなと思います。やっぱりねちょっとエッチなラノベは電子ランキングでも強いですよね。それとね47位の片田舎のおっさん牽制になるもコミカライズが売れまくって話題でしたけど、原作売り上げも結構いいんですよね。いやこれはねアニメ化まで一気にいっちゃいそうな感じがします。他にもねようやくアニメ化が決まった公女殿下の家庭教師とか、来年最終巻が発売する西野があったりと、なかなかねいいラインナップになっていました。ということで50位から41位まででした。続いては40位から31位までいきましょう。40位、妖度戦記13巻。39位、リゼロから始める異世界生活32巻。38位、義妹生活第7巻。37位、ティアムーン帝国物語12巻。36位、天聖王女と天才霊嬢の魔法革命第6巻。35位、男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか、ファミリアクロニクルエピソード流第2巻。34位、86 12巻。33位、アルゴノート全勝同系更新、男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか英雄譚。32位、無職転生異世界行ったら本気出すスペシャルブック。31位、マジカルエクスプローラーエロゲの友人キャラに転生したけどゲーム知識使って自由に生きる第8巻。ということで40位から31位まででした。まあ、この中だと36位の天聖王女と天才霊嬢は今年ねめちゃめちゃアニメ化が大成功しましたからね、その影響かなりあるんじゃないかなと思います。それと31位にマジエクが入っていますね。こちらもアニメ化決定していますので今後さらに伸びていきそうな感じがします。あと33位と35位に断末の外伝作品が一挙にランクインしていますが、今年の断末はもう13ヶ月連続刊行とかしましたからね、こっから上の順位にも相当入ってきそうな感じがします。他にもねリゼロや幼女戦記ティアムーン帝国物語などアニメ化作品も手堅くランクインしています。まあここら辺はもうさすがって感じですね。ということで40位から31位までを見ていきました。続いては30位から21位までをいきましょう。30位、あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です第1巻。29位、創薬とある松のインデックス第8巻。28位、クラスで2番目に可愛い女の子と友達になった第3巻。27位、デスマーチから始まる異世界競争曲27巻。26位、やはり俺の青春ラブコメは間違っているケツ第2巻。25位、この素晴らしい世界に祝福を寄り道3回目。24位、異世界のんびり農家14巻。23位、リビルドワールド第7巻。22位、無職転生打足編第1巻。21位、男女に出会う元のような間違ってるだろうかオラリオストーリーズ。ということで30位から21位まででした。まあ、この中だと29位にしっかりととあるが入っているっていうのがいいですね。関数も増えて原作売上ねちょっと落ちてきたっていう風に言われてるんですけど、まだまだいけますね。それと28位のクラニカもいいですね。ここ数年の青春ラブコメの中でかなり人気を高めているシリーズですし、アニメ化も決まっていますのでまだまだ伸びしろありそうです。それと25位にコノスバの短編集最新刊も入ってますね。コノスバは来年4月からアニメ3期も始まりますので、それに合わせてまた新刊とか出してほしいなって感じもします。あとやっぱりね21位に断末がありますよね。他にもねお礼返りの新刊もあったりと、昔からの人気シリーズががっつりランクインしてきたって感じです。
ということで30位から21位まででした。続いては20位から11位までいきましょう。20位、俺は青函国家の悪徳領主第6巻。19位、薬屋の独り言13巻。18位、アストリアレコード第2巻正義失墜。17位、時々ボソッとロシア語で出る隣のアーレさん第5巻。16位、男女に出を求めるのは間違ってるだろうか小編集第1巻。15位、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第8巻。14位、青春豚野郎はマイスチューデントの夢を見ない。13位、佐々木とピーちゃん第6巻。12位、異世界でチートスキルを手にした俺は現実世界をも無双する12巻。11位、本好きの下克上第5部女神の化身編第10巻。ということで、20位から11位まででした。まあ、20位に俺は青函国家の悪徳領主があるのがいいですね。アニメ化していないシリーズとしては快挙と言ってもいい順位だと思います。まあでもね、このシリーズもうそのうちアニメ化すると思いますけどね。それと19位に薬屋の独り言も来ています。薬屋はね、まあ、どちらかというと紙書籍の売り上げが強いイメージですけど、まあ、しっかりアニメ化効果が出ているっていう感じもします。そしてね、17位にはロシデレも来てますね。テレビアニメが4月放送と発表されていまして、来年さらに勢いを伸ばしていくと思います。あと15位にお隣の天使さんも入ってるんですけど、今年はついにこのらの1位取りましたし、こちらもねアニメ2期制作が決まっていますので、まだまだ伸びしろありそうです。そして11位には本好きの下克上がランクイン。集計期間的に最終巻ではないんですけど、今年ついに本編完結で話題となりましたよね。さらにウィットスタジオ制作のアニメ4期も決定しましたし、まだまだ本好きワールド楽しめそうです。他にもね、1月からアニメが始まる佐々木とピーちゃんが13位、今年アニメも放送された伊勢レブが12位と、まあ、こちらもね、かなり大躍進って感じがしますね。ということで20位から11位まではこのような結果となりました。そしてここからトップ10を見ていきましょう。果たして2023年のナンバーワンラノベは何なのか。それでは見ていきましょう。第10位、乙女芸世界はモブに厳しい世界です11巻。モブ成果がここで来るんですね。まあ、20位には俺は青函国家の悪徳領主もありましたし、まあ、30位にはねスピンオフシリーズも入っていましたので、三島由夢先生は3シリーズががっつりランクインしています。というか全部区切りよく10位、20位、30位っていうのがちょっと面白いですね。続いて第9位、ノーゲームノーライフ12巻。ノゲノラ新刊来ましたね。観光ペースがゆっくりなシリーズですが、さすがに新刊が出るとがっつり売れます。今年の2月発売でしたので、まあ、できればね、来年中に新刊が出てくれるといいんですけどね。まあ、そこら辺はね、気長に待っていきたいかなというところです。続いて第8位、竜王のお仕事17巻。リアルの将棋界がとんでもないことになっている中、まあ、現実に負けるな的なスローガンで頑張っている本作。まあ、リアルがフィクションよりフィクションしているので、まあ、ストーリー考えるのも大変そうですよね。まあ、竜王のお仕事に関しては、まあ、もうすぐ完結予定ですので、来年ね、かなり注目な年になりそうです。続いて第7位、精霊幻想記23巻。 HJ 文庫の代表作にもなっている大人気異世界ファンタジーがここでいきました。まあ、このシリーズはね、関数も多くなってますけど、安定感しっかりありますよね。まあ、アニメ2期もね、2024年放送予定ですので、さらに盛り上がっていってほしいです。続いて第6位、続魔法科高校の劣等生メイジャンカンパニー第5巻。魔法科がここできました。まあ、スピンオフシリーズはね、いくつかランクインしていましたけど、やっぱり本編は頭一つ抜けて売れてますね。まあ、魔法科に関してもアニメの続編が2024年放送予定ですので、まだまだ盛り上がっていきそうです。続いて第5位、男女インデアを求めるのは間違ってるだろうか、外伝、ソードオラトリア13巻、断末外伝がまたまた来ました。トップ50の中で断末だけ異常な数ランクインしていますね。まあ、ソードオラトリアに関しては4年ぶりの新刊発売で2ヶ月連続刊行でした。まあ、またしばらくで新刊出ないとは思いますので、シリーズファンはじっくり待っていきましょう。続いて第4位、無職転生異世界行ったら本気出す26巻。昨年発売した無職転生最終巻がここで来ました。やっぱり最終巻パワーは強いですね。テレビアニメ化効果もね、しっかり出ているんだと思います。まあ、無職転生は読み始めるとほんと止まらなくなっちゃいますからね。まあ、テレビアニメ第2期の2クール目も来年4月放送ですので、そちらもかなり楽しみです。続いて第3位、男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか19巻。断末本編最新巻がトップ3に来ました。外伝シリーズもたくさん出ましたけど、やっぱり本編が最強ですね。断末は今年13ヶ月連続刊行というラノベ史上でも異次元レベルの偉業を達成しましたので、作者の大森藤野先生はね、本当に大変だったんじゃないかなと思います。まあ、ただね、断末もね、続編アニメ決定していますからね。ある意味では、まあ、断末の到達点的なストーリーの映像化なので、いや、こちらもめちゃめちゃ楽しみです。まあ、大森藤野先生はね、まあ、しばらくはまだまだ忙しい感じですかね。
続いて第2位、影の実力者になりたくて第5巻、影実がここで来るんですね。いや、これ大躍進と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、これはね、どう考えてもアニメ化効果でしょう。影実のアニメほんとよくできてましたからね。あれはね、原作も買いたくなりますよ。さらに劇場アニメ化も決定しましたので、まだまだ影実フィーバー続きそうですね。まあ、できればね、早めに新刊出してくれると嬉しいです。そして、2023年の年間1位のラノベはこちら。第1位、ようこそ実力至上主義の教室へ2年生編第8巻。まあ、妖術が堂々1位を取ってきました。まあ、第8巻は昨年の10月発売だったので、まあ、集計期間をフルに使ってきたって感じですね。まあ、妖術もなんだかんだ関数が多くなってきていますので、それでもね、高い売り上げをキープしているっていうのが本当にすごいです。まあ、先が気になる作品なので、離脱率がね、かなり低いんでしょうね。まあ、テレビアニメの第3期が1月から始まりますし、1年生編ラストまでアニメ化されるので、原作の2年生編の売り上げもまだまだ伸びると思います。まあ、妖術はね、来年もまだまだ期待ですね。ということで、2023年の年間ラノベ売上トップ10はこんな感じになりました。さすがに上位はもうね、そうそうたる面々って感じですね。まあ、どれか1位を取ってもおかしくないレベルです。まあ、あとはね、今回電子書籍のランキングの結果なので、セールの影響なんかも結構あるんじゃないかなと思っています。まあ、今回のランキングでちょっと気になったのは、集計期間がもう少し長かったら、誰が勇者を殺したかがどこら辺に入ったかどうかってとこですね。まあ、累計発行部数は5万部突破っていうことですけど、やっぱりね、今年を代表する新作ラノベだったので、まあ、どれくらいの売り上げになってるのかかなり気になります。まあ、来年の年間ランキングには食い込んできそうですけどね。まあ、来年の結果もどうなるのか楽しみです。ということでね、年間ランキング振り返っていったんですけど、皆さん的にはどうだったでしょうか。個人的にはね、もっとね、新シリーズがランキングに入ってくれるといいなっていう気がするんですけど、さすがにこのラインナップ見ちゃうとね、ここに食い込んでいくのは、まあ相当大変ですよね。まあ、ただね、今年のラノベ業界は、いい意味でいろいろな取り組みをしていましたし、新シリーズでもね、面白い切り口の作品がたくさん発売していたので、いや、かなりいい流れ来てると思います。まあ、来年のね、ラノベ業界がどういう風に盛り上がっていくのか、まあ、今後もね、がっつりチェックしていこうと思います。以上、本動画はここまで。この動画が楽しめた方は、高評価ボタンをポチッと押してもらえると嬉しいです。それと、ラノベ関連のね、動画もたくさんアップしていますので、もう一本別の動画を見てもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。